ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのさきです。今回お届けするテーマはこちら。食中毒は大丈夫なの？日本の卵かけご飯を見てドン引きする外国人。実際に食べてみた結果。日本の朝食の定番といえば卵かけご飯ですよね。多くの旅館やホテルでも納豆や海苔などと合わせて提供されています。しかし海外の人たちからすると生卵はとても怖い食べ物なのだとか。一体どういうことなのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。皆さんは日本人のソウルフードといえばどんな料理を思い浮かべますか。寿司、そば、カツ丼、すき焼きなど日本には身近で美味しい食べ物がたくさんありますよね。ほかほかのご飯に卵と醤油をかけた卵かけご飯もそんな日本の定番飯の一つではないでしょうか。現在では TKG と略されることもあり、オリーブオイルや食べるラー油をかけるなどおしゃれなアレンジも人気です。日本における卵かけご飯の歴史は古く、江戸時代の書物には献立の中に生卵という記述があるそう。また日本で初めて生卵を食べたと記録が残る人物は1877年頃に初の軍事記者として活躍した岸田銀行。当時の味付けは焼き塩と唐辛子だったそうです。今となっては不思議な組み合わせですが美味しそうですよね。そんな日本人にとっては物心ついた頃からおなじみの卵かけご飯。しかし海外の人たちからすると生卵を食べる日本の文化はとても不思議なのだと言います。信じられない、どうかしていると拒否反応を示す人も多いのだとか。刺身や寿司など早くから鮮度を保つ技術を確立していた日本とは違い、生イコール危険という考えが定着しているのです。生卵には鶏の産卵の際に腸管内に常在しているサルモネラ菌が付着する危険性があります。品質・衛生管理が徹底していない生卵を食べた場合、食中毒の恐れがあることは言うまでもありません。最悪の場合は死に至る可能性もあるため、毎年食中毒者が続出している海外では警戒されて当然なのです。アメリカではレストランで生食用の卵を提供してはいけないと定められている州もあるのだとか。日本で安全に生卵が食べられるのは世界一と言われる高い品質管理技術があるからなのです。孵化したヒナの段階から安全性の高い環境で飼育され、餌は厳しい飼料安全法に基づいて製造。こうして安全な環境で育てられた鶏から生まれた卵はGP センターという場所に集められます。そこで洗卵や検卵、選別などの厳しい工程を経て、ほとんど人の手に触れることなく容器包装、最高の衛生状態を保ったまま各お店へと出荷されていくのです。厳しいチェックを何段階もクリアして、ようやく私たちの食卓にやってくるというわけですね。日本の年間食中毒者は約1000人程度。一方アメリカでは4000倍以上の約4000から5000万人。アメリカの人口は日本の3倍にも満たないので、これがどれだけ大きな差なのかがわかります。生食を頻繁に行う日本で、他の先進国と比べてこんなにも食中毒者数が少ないことには驚きですよね。まさに日本の品質管理体制のレベルの高さが一目でわかる数字といえます。このように海外ではご法度とされている卵の生食。過去に無名ボクサーの成功を描いた映画ロッキーで生卵を食すシーンが描かれた際には世界中で大変話題となりました。猛特訓中の主人公が大量の生卵をコップに割り入れ、それを一気に飲み込む豪快な姿を覚えている方も多いでしょう。生卵に馴染みのある日本人からすると、タンパク質の摂取かな、味付けすればいいのに、くらいの感想でしたよね。しかし海外では卵を生のまま食べるというのはかなり
命知らずな行為。主演のシルベスター・スタローンの怪演に心底驚愕したそうです。結果このシーンは効果的に作用し、主人公のクレイジーなまでのストイックさを表す名シーンの一つとなりました。それから38年後に作られたロバート・デ・ニーロとの共演映画リベンジマッチでは、伝説の生卵飲みをセルフオマージュ。往年の映画ファンを喜ばせました。もしまた生卵を飲むことがあれば、ぜひ日本で安全に撮影してほしいです。しかし逆に、海外のスーパーで卵を購入した日本人が生のまま食べて食中毒を起こすケースも意外と多いそう。海外に行った際には気をつけたいですよね。そんな生卵に馴染みのない外国人たち。しかし日本に旅行に来た際に初めて食べて好きになったという人もいるようです。とあるアメリカ在住のアジア系女性シェフがアメリカ人の夫と共に日本を旅行。彼らが楽しそうに日本食の思い出を語る動画を投稿すると大変話題となっていました。まず彼らは、一番美しいスポットは京都だったと振り返ります。何よりも早朝の竹林の美しさは彼らの心に大きな印象を残したようです。嵐山では一年の厄払いをしてくれる食べ物として神社でぜんざいが振る舞われていたそう。彼らは初めそのシンプルなぜんざいにあまり興味がなかったようですが、食べてみてあまりの美味しさにびっくり。特に夫は餅に大興奮でした。そしてシェフの女性が、私の世界を変えてくれたと表現したのはランチに食べた日本のうどんでした。ネットのレビューには頼らず、実際に歩き回って隠れ家的な名店を探す中で見つけたお店なのだそう。彼女は幼い頃に韓国でうどんのようなヌードルを食べたことがあるものの、その食べ物が好きではなかったのだといいます。しかし日本のうどんはとにかく食感が良く、その美味しさが自分の価値観を変えたのだと興奮気味。一杯のうどんに含まれるシンプルな要素のすべてが理にかなっていると大絶賛していました。そして彼らは日本滞在中に卵かけご飯にも挑戦したそう。まずは日本の鶏肉は世界一で、さまざまな工程で肉や卵を管理していると日本の生卵が安全な理由を説明。視聴者に炊きたての温かいご飯にのせてふわふわに混ぜてソイソースをちょっとかけるのよと作り方をレクチャーします。焼肉と卵かけご飯の組み合わせは最高だったと満足そうでした。しかし彼らは日本以外でこのクオリティの卵を手に入れる方法がないと嘆きます。他の国の卵ではチーズのような滑らかさは出ないのだそう。そんな新鮮で美味しい卵をいつでも安く食べられる私たち日本人は幸運ですよね。その後、東京の築地を訪れた彼らはカウンターで食べられる寿司や食べ歩きできる厚焼き卵を堪能。生卵をはじめ多くの日本食レストランで新鮮な食材を堪能した2人は、幸せそうに日本旅行を振り返っていました。このようなレビュー動画や日本のアニメによく登場する卵かけご飯には、海外の人たちから多くの関心が集まっています。はじめは警戒するものの、実際に食べてみるとその美味しさの虜になる人も多いよう。海外の掲示板などでは卵かけご飯の美味しさを知る人たちのコメントが多数寄せられていました。卵かけご飯は実際かなりうまいと思う。みんな熱々のご飯の上に生卵をかけてみろよ。めちゃくちゃうまいから。卵かけご飯は大好きだよ。鰹節を少し入れるとさらに美味しくなるよね。卵かけご飯はマジでうまい。炊きたてのライスを使うのがコツだね。卵がちょっと加熱されて美味しい。アニメで見て食べてみたらうまかったよ。まだまだ日本で卵かけご飯に挑戦したことのある外国人は多くないようです。しかし食べたことのある人たちからは一定の支持を得ているよう。ぜひたくさんの人たちに日本の新鮮な卵を味わってみてほしいですよね。日本の卵が衛生的でとても安全であることは海外でも周知されています。
そんな日本の卵を自分の国でも食べられたらと考える人も多いでしょう。農林水産省の発表によると、日本における鶏卵の輸出は前年の2倍増となっているのだとか。そしてその輸出先の9割を占めるのが香港。もちろん、もともと安全な日本の卵は香港の多くの消費者に受け入れられていました。しかし、さらに昨今のコロナ禍によって内食需要が増えたことも卵の消費を底上げしているのだといいます。わざわざ衛生管理の行き届いた日本の卵を輸入する香港の人たちは、もしかして生卵を食べているのでしょうか。少し気になるところですよね。日本のメディアの取材によると、どうやら日本旅行で日本食にはまり、自国でも生卵を食べるようになった人が多いようなのです。ある香港在住の女性は、日本のすき焼きで初めて生卵を食べたのだとか。それ以前は日本の旅館で出される生卵も食べずに残していたそう。しかし、自宅で日本産の卵を買って卵かけご飯を食べてみると、全く抵抗がなくなり、すっかり気に入ってしまったのです。最近では、香港産の卵は炒め物などの加熱用として、日本産の卵は完全に生食用として購入しているのだといいます。コロナ前には年間約229万人が日本を訪れていた香港。香港には日本の卵かけご飯や親子丼を提供する卵園というレストランもあるそう。もともと日本食に馴染みがあったことが、日本産の卵の売り上げに大きく影響しているようです。さらに、中国でも香港ほどではないものの、少しずつ生食用の卵の需要が伸びているのだといいます。最近ではイエロースワンという名前の生食用卵ブランドが誕生。中国では EC サイトなどで販売されており、生卵好きの中国人の間で人気が出ているのだとか。日本で誕生し、新しい食べ物として世界に広まりつつある卵かけご飯。日本の徹底した品質管理の結晶ともいえる誇らしい日本食の一つです。ぜひ世界中の多くの人にこの美味しさを堪能してもらいたいですよね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。